どうも、マセキの浅草キッド、エルカフィのエルブダです。はい、どうも、デロリアン林です。ということでね、はい、今日ちょっと最初謝罪しないといけないことがありまして。謝罪ですか？まあ、前回というか、前回収録日の時に撮ったやつの1本目で、はい、長ゼリフのツッコミのオリジナルは誰かっていう特集をやったんですけど、はい、正式にウエストランドの井口くんからクレームが入りまして、はい、そもそもシャッフル漫才の時に、うんね、僕が回ってきたツイートで、うん、Q に対して Q ってコンビに対して、うん、僕の技を使ったから認めないって井口くんが言ったっていうツイートを見た気がしたんだけど、うん、シャッフル漫才の時僕そんなこと言ってないですよ、うん、あなたたちはその場にいなかったでしょもう、うん、とちょっと怒ってるというかその僕は間違って、うん、僕は改めて、はい、そのツイートを探してみたんですよ、はい、で一般の人のツイートなんで別に読み上げませんが、うん、その確かに Q のことを、うん、Q がシャッフル漫才で優勝したっていうのが一番最初に文面としてあるんだけど、うん、その間に何個か挟まって、うん、一番最後に井口くんのセリフで、うん、僕の技使ったから認めないっていうそのなんか多分違うくだりで言ったみたいで、はいはいはい、違うくだり、そうそう、なんでちょっと僕がすごい認識不足で、ああダメですね、そう井口くんにちょっと不快な気持ちにさせてしまったということで、はい、謝りたいなと、なるほどね。はいっていうのと同時に井口くんを怒った時にも最後もうってちょっと可愛く怒るところもちゃんと井口くんのプラスですよね、これはもうって書いてました。あと写真を撮る時は井口くん顔の横でダブルピースをするっていうのもこれちゃんと僕からの公式見解として、顔を細く見せる必要もないんじゃないですか。そうなんですけどね、見せる必要ないと思うんですけど、でその後にまあちょっとその井口くんがそのまあファンの方は一般の方は分かりませんけどからちょっと返信が来て、同業者の悪口だらけで笑ったと俺らの配信を聞いたんですよね、うんうん、で井口君が仲間の悪口は良くないですよね、うん、こんなことしてるからみんなに嫌われちゃいますよねって俺ら知らない間に嫌われてた、嫌われたで僕が勝手に名前出して不快にさせて申し訳ない、うん、流れてきたツイート改めて見たけど僕が勘違いしてたかも、仲間の悪口は二度と言わないことを誓いますとびっくりマークで終わらしまして、はいはい、で、僕としては、ね、はい、まず同じ舞台に立ってる芸人仲間だとまず思ってないところがあるので、はい、その上で言いまくろうと思ったら、うん、井口くん無視してるのかなと思ったら、はい、ありがとうございます、僕もこれからはちゃんとエルラジ聞いてみます、楽しくやりましょうってもうちょっと言い返すこともできなくなっちゃったっもう仲間にもう井口くん違うぞ、はいはい、井口くん違う、いや違う違う違う、いや俺が間違えた、違うぞ、全員違うぞ、違う違う違う、俺外から聞いて全部違うぞ、違う違う違う、俺が、ただ、うん、完全に俺がまず事実誤認が1個あったっていうことで、なあ、そうだね、あなたダメですよ、そんなんじゃ、これは謝っておきたいなと、これはでなんかね結構謝罪の意を込めて僕もじゃあ井口さんのインプラント代ちょっと出しますか、ね、いやいいよ別に歯並び直すって絶対言ってねえよ直すなんて一言も言ってねえだろ、インプラント代ちょっと出すんで、ね、大丈夫です、だからまあね、でまあ結構さ、はい、その毎日その場でバーって結構いろんなものを見て記憶でこう適当に喋ってたりするんで、はいはいはい、はい、今後間違いがあった時はね皆さん書いてもらえば、直接リプでもいいんで、そのね、一時のニュースステーションの久米宏スタイル、いやいや、まあ、分かんないけど久米宏スタイルです、うん、そうですか、これからは、はい、行きたいなとね、はい、そうですねでね、はい、なんか結構おそらくウエストランドのファンか分かんないけどすごい怒ってる人もいて、ああそうですか、でこのままだと俺らまず漫才のネタが全部なくなっちゃうと思ってすぐ次の日に書いたのツイッターで、そもそも同じ舞台に立つ芸人は仲間ではないって書いて、はいはい、ちゃんとそれ表明しとかないとな、嘘ついてるやんってなっちゃうから、はいはい、ちょっとやろうとしたらできなかったんだけど、はあ、そしたらなんか、うん、でただそう間違ったことは今後もちゃんと謝罪していきたいですみたいな、はあはいはい、書いたらちゃんと30秒お辞儀だよ、いやまあそうですね、30秒お辞儀っていう今伝統があるから、あれ正確には27秒だったというらしいけどね、昔のいるから、あれ弁護士の人が後ろから手で、ね、触ったのが27秒だったんでデーブ・スペクターが言ってましたけどねそうだから俺はちゃんと、うん、どっちかというと俺もう井口くんの仲間だっていうのを今表明したからね、そうですね、インプラントのお金出すって、いやいや分かったよこっちは、ね、ただその、うん、本当に怒ってるし、うん、で本当に俺が間違ったことだから本当に謝るっていうことです本当に怒ってんだ、分かんない分かんない、ツイートだけだから、まあまあね、あれだよね、ただで当然ライブでそれでね会いますから、そういつかは、あいつかはね、で当然俺から謝るのは当たり前だけどね、まあ、そこはもう一発腕しぎでもかけて、いや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 、あんだけ背低い、あんだけ背低い人に格闘技経験ある人がやったらダメでしょ飛びつき十字の一発でもして、それ仲直りじゃないですか、男の子はやっぱ殴り合ってやっぱ最後な、いやいや本当に謝ります、本当に俺らが浅草キッドの水戸橋博士さんにねとちょっと関係があるからって、うん、
わざわざね、浅草キッドで爆笑問題次の世代に継がなくていいんですよタイタンの人とね、なぜそれをね、ウエストランドの方が人気はあるとは思うからそれはそうで考えるとあれだし、爆笑問題のちゃんと投影してるな、遺伝子でしょ、ちょっと人気のない浅草キッドさんの方ちゃんと、失礼だろでもどうでもいいけど、このね、会わなかった間に、はい、金曜日にバラ色ダンディで水道橋博士復帰しましたけど、あちょこっとだけ僕見ました、いや見たけど面白かったよ、あそうですか、面白かった、よかったね、なるほどね、なんかね、あの昔、うん、あのライムスター歌丸さんの家にピエール滝さんと水道橋博士が2人で深夜にこう、うん、なんか遊びに行って、で滝さんがなんかすんげえ暴れてしょうがなくて、そこで俺見たかも、うん、で歌丸さんがもう頼むから帰ってくる、このスニーカーあげるから帰ってくれっつって、うん、生放送ですよ、はい、博士が、うん、今考えればあの時やってましたね、すごいなこの人滝はあの時やっていた、やっていたでその後に陽七師匠が司会で3人でやってたんだっつって、あの博士もやや苦笑い、俺それで陽七師匠やっぱすげえな、すごい面白いな、あの時代のね負けず嫌い面白いよな、常に上乗せ上乗せで、そうそしてね、長嶋茂雄さんが、あはい、渡辺恒夫さんと本拠登場10ヶ月ぶり公の場というニュースなんですけど、あ、はいはいはい、これ見たんですけど、83歳の長嶋茂雄終身名誉監督もね、はい、元気でよかったんですけど、さん、ね、92歳の渡辺恒夫読売新聞グループ本社代表取締役主筆の方がより元気そうなのが怖かったという、それはなんちゃってねここ最近死亡説があったぐらいですか、いやいやあったけど生きてましたから、あれこそ捕まえなきゃダメだよ、トレンド1位になったのかなあの日俺いやリアリティがあるんだ、いやいや別にリアリティはあるよ、年齢的にも考えても、はい、最近見ねえなと思ったからそんな何かいやいやそれ俺鍋常さんやっちゃったなと思った、そんな最近見る役職の人じゃないから別に裏方の人です、鍋常さんね、何回かいいんでね、そしてね、ハリーですか、うん、ハリーノムさんにバットをノムさんにバットをゴーンと当てた、うん、張本勲氏、生意気なキャッチャーに衝撃制裁、それこそあれだ、昔からこれね、うん、語り継がれてる話だもんね、はいはいはい、ね、ノムさんもノムさんでね、あれなんだって、キャッチャーやりながら、うん、ボソ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 、ね、そうそう嫌なこと悪口言うんだよね、で張本勲があのバットで殴ったら、うん、野村さんがお前にはもう言わんとされてる面白いよ、でネットのコメントで、うん、偉そうに殴ったことを喋るなって言われるバットで殴っていいわけねえだろ、いいかな、ね、あれちょっとフルスイングわざとして、うん、で後ろにガツンと当てるんだよな、はいはい、なるほどね、そうそう、そういうことわざとじゃないよ、殴るんじゃなくて、はいはい、いやでもね、うん、これは完全に確信犯よ、はいはい、確信犯、このニュースの見出しがね、張本勲とゴーンが並んだんだね、あの凶悪な2人がニュースなのかな凶悪な2人が並びます、凶悪って言うといけないけど面白いけどね、なんだっけ、俺聞いた話だとさ、うん、なんかノブさんとかで、あの例えばなんかお前の気に入っているあのホスト、はいはい、ね、お前のところのなんか4番とイチャイチャしてるぞ、うん、ホステス、昔にホステスかな、そうそうホステスとイチャイチャしてるぞとか、今で言うキャバ嬢みたいなね、そうそうそういうことをね言ってね、よく ID 野球って言うけど、あの人の ID 野球はそれかっていう、なるほどね、いかに面白いんだよ、爽やかなスポーツかってことですね、基本僕の知識は全部昔の伊集院さんの、ね、知識じゃないですか、ラジオで語り継ぐのも大事ですから、語り継がれてるわけですから、はい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 、これ、ね、あ面白いですね、そしてね、増戸陽一氏、一郎の愛知県民栄誉賞自体に当然、うん、成績以外は不純物と、国民栄誉賞を辞退したんだから県民栄誉賞も辞退して当然だと、はいはいはい、いうことで、で僕はね、ネットのコメント見る前に先に予想してみたの、はい、増戸陽一に国民不栄誉賞だっていうのを予想したら全然違くて、はい、増戸さん好きではないがこれには賛同するってのがいっぱいなんかその前回で国民栄誉賞の方が上みたいな感覚でいるのがちょっと腹立つっていうことなのか、俺はね、はい、なんとなくね、もらわないんだったら県民栄誉賞もらうんだろう、はいはいはい、でもあれだよな、国民栄誉賞っていうのがこうあまりなんつうの不確かなんだろう、だから結局だから王さんにあげる賞がないかつもりで始まったのが国民栄誉賞でしょ、そうなんだ、そこから始まった、そうそう、だから俺もツイッターでね全然もういいね もらえませんですけど、俺はやっぱ一郎は王貞治をやっぱ尊敬してて、うんうん、ねほいでまだ現役もやりますよっていう男が、うん、それとやっぱ、ね、国民栄誉賞もらわないだろう、はい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 、ね、それやっぱね、うん、
最初から分かりましたよ、やっぱ日本で最後行くんじゃないかとか、ありえませんと何年も前から言ってますし、イチローのことはまず俺に聞いてもらえる、はいはい、大体ね、ここでいいね取り返そうとすんな言うなよ、そういうこと言うんだよね。でもね、やっぱね、なでしこジャパンには申し訳ないけど、ね、あれで国民優勝っていうのが多分結構適当なもんだったなと思った。まあ、だからね、あれが一番良くなかったと思う。イチローが持ってなくて丸山桂里奈が持ってるわけですからね、おかしい話だよ。であれだっけ、私自体者福本さんでしたね、福本豊さんね、あの人がタッチオンできなくなるっつって、かっこいいよね。でも丸山桂里奈見てるとタッチオンできそうですよね。できそうですもうね、うん、丸山桂里奈さんがね見た時に私ね、うん、動物となんかね、うん、基本にて動物のどうのこうのってあったのよ、触れ合うみたいな、ちょっと凶暴な動物、はいはいはい、バラエティーかな、そうそう、はいはい、もうやってることがね、昔の稲川淳二と一緒なんだよ。あ、そうなの。稲川淳二はもう動物を触れ合ったイメージはないけど、いじめられ役、はいはいはい、ね、風雲竹地蔵とか、うん、あと中村裕二さんとかよ、はいはい、ウルトラクイズの時の、あ、なるほど、全く同じ仕事をし始めてる。なるほどね、サンジャポでテリー伊藤とも共演してますしね、そうですね、もう面白いですよ。なるほどね。そしてね、はい、あの麻生太郎さんの、ね、会見の見ました。何を、あのもっと大きな声で言えやって言っていいですねたまりませんね、もう、もうたまりませんね。でどう、なんかはい、もっと大きな声で言えやって怒ってましたね。もうね、もうね、うんとね、いちいちね、ワイドショーのね、はいはい、こう上げ足とは言いませんよ、はいはいはい、ね、質問を取り上げてダメよ、うんうん、やったら同じく張本さんも同じくらい取り上げなきゃダメなんですよ。僕張本さんと政治関連のことは言ってないから、張本さんともう、うん、麻生さんは俺の中でイコールみたいだよね。政治のことは言ってないから、いちいちね、ニュースにしてる場合じゃないんです、そんなこと。確かにね、そうですよ。そして最後にね、うん、あれ、ライジンが パッキャオと契約したらしいですよ。パッキャオ、ね、天心か、どう、いや、またそれかわいそうだろ、なんでいつもボクサーの、いや、だからもう次は違うんじゃん、転身をしてしかないでしょ。意外とあれじゃない、堀口教授とボクシングルール、でもそれでもだよな、でもボクシングルールだったらきついな。ただこれがまあどういう契約なのかはまだわからないそうです。あのリングに立つのか、あのボクサーで誰よ、もしも日本の亀田でしょ、カメだ有力、有力なのはそうか、昔でもパッキャオとやりたいみたいなのあったよね。まあまあ日本のね、言ってたかもね。パッキャオ40いくつでしょ、今40だって、今40か、40で引退したボクサーで、でもさ、それでまた生き死に状みたいなの、その堀口天心みたいなアングラの生き死に状だったらいいけどね。あ、階級とか俺全然わかんないからね。元ロッ、ね、あと意外とそのリングに立つかわかんないらしいんで、あ、なるほど、ね、意外とあれはあるかもしれないですよ、あのふんどしで太鼓叩く役。パッキャオか。フィリピン国民中からのソース感食らってるライジンが。怒られる。怒られるね。国名も変わるかもしれないのとか。バチもバーツに変えてないから。バーツで垂れてる可能性がバチじゃなくて。あっちのね。あっちのね。はい、はい。おでもちょっとね、誰かやるかによるね。はい、それは。まあ。といったとこですかね。まあそんなことですね。どこね、まあ、謝罪半分で終わりました、ね。いや、まあまあ確かに、あの謝罪半分になってるんだよ、ね。そう、デロリアンちょっとあれじゃない。まあ俺は言わずにやってるからだけど、ちょっと茶化すから、それを俺は取り戻すのに。そのこれは本当に茶化しちゃいけないやつだからさ。だからまあマジであの間違ったこと言っちゃって。まあでも YouTube に1個来てたよ。何？なんかマッキーの話題でだからもう一回言っとくけど、マッキーの親戚あっちだからみたいな。その一応言っとくねみたいな。でしょ？マッキーの親戚が、うん、ローリー寺西。ローリー寺西で。違うよ、それはデロリアン氏がカモン達夫とマッキーが、あ、これね、分かった、俺ね、なんで俺がね、それ間違ったかというとね、はいはいはい、その時にね、コッテリンコって日清のね、カップ麺の CM あったの、はいはい、これローリー寺西さんとカモン達夫さんの2人がやってたの、うん、あ、でその頃に芸能人のいとこがいるっていう、うん、まあ、それ多分マッキーの話だけど、はいはいはい、全部ごっちゃになったのよ、はいはいはい、なるほど、うん、いや別に許されない、あのキャラ被ってんじゃん、その理由で許されない、ローリーさんとカモン達夫さんも被ってない、ウリ2つだからね、というところで、はい、あとはね、ポッドキャストで聞いてくれてる方はね、はい、ちょっと詳細の方を見てもらうと、うん、真偽不明のネットニュースについて語るっていう一応エクスキューズが付いてますんで、あの そこを含めて楽しんでもらうとありがたいかなと。ダメだよ、ちゃんと調べてからじゃないと。確かにね、本当に確かに話す前に、だから俺の中の思い込みはすごかったのよ、元々のね、
そうだ、まあ、ちゃんと飲み込まなきゃダメです、これからはね、はいはいはい、本当にということで、はい、また明日お聞きなさってください、はい、お願いします。